2008年春天，日本知名趋势专家大前研一接受天下杂志独家专访，办公室旁正是东京樱花盛开最美的地方。然而大前研一的访谈并不悠闲，他认为世界即将出现巨大的经济霸权转移，这段看来会撼动世界的大洗牌中，2020年将是最关键的一年。世界で最大の国家は EU になってると思います。アメリカが世界一ではない、むしろ中国は自分が世界一になると思ってますけども、EU がその時は世界一の経済圏になってます。だから2番目がアメリカで、3番目が中国で、4番目がインド、その次が日本ですね。だから日本は5番目になります。今世界第2位ですけど。但为什么欧盟能压下美国、日本、跃居世界第一大经济体呢？EU というのは人類史上初めて武力によらないで反ズを拡大してるんですね。今までアレキサンダー大王から始まって全部武力でもって拡大したわけですよ。ところが EU はルールとロジックとそれからビジョンで拡大してるわけです。でこれということは国家がルールに従ってユーロは強い、アメリカとか日本は国家の都合でお金が足りなくなると印刷する、でそれからイラクで戦争するとまたアメリカは国債を出す、でその規律のある通貨ユーロと規律のない通貨ドルとか円、どちらが強いか、これは規律のある方が強いんですね。过去以美国为中心的世界体系将会瓦解，未来的世界将会是多强并立的经济体系。アメリカにとっても非常にアジャストしていく、それを受け入れるのは難しいことですけども、私はそういうふうになると。20年後ですよ。20年後っていうのは、ごめんなさい、12年後っていうのはプーチンが辞めるときです。私はプーチンの最後の4年間は自分のイニシアチブで、ヨーロッパから頼まれて、そして、ロシアが EU に入ると、そういうことが12年以内に起こると思ってます。でこういう中で台湾はあるいは日本はどうしなきゃいけないか考えないとね、今の世の中でアメリカと中国の狭間でどうするかということでは不十分です。10年後のことを考えるとね、インドとどうするんですかと、ヨーロッパ EU とどうするんですかと、その EU とロシアが一緒になるときにあなたはどうするんですかと。大前研一直言他没有看到台湾经济界与企业人在为2020年做准备，不只是看到中国与美国，而是能够面对多强并立的未来。这样的人才是政府与企业最要积极培养的关键人才。